FEC チューンド 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 FEC チューンド。うんちおんち中地ラジオ、略してチチチラジオ。今週も始まりましたチチチラジオ、パーソナリティの上地でも下地でもない中地と坊主面健です。こんばんは、よろしくお願いします。あ、今ねブリッジが入りましたね。ありがとうございます、毎週火曜日夜の11時から12時までお届けしております。ありがとう。健さんが久しぶりにドア頭からいらっしゃるということで、うん、そっか、もう1ヶ月ぶりとかじゃないですか、ドア頭からいるのは。そんななる。先週、まあ、遅れてではありますけども、先週も遅れてきたか。はい、そうだね。お疲れ様ですっていう。いや、お疲れ様です。ありがとうございます。もう FEC 的にはお笑い米軍基地のシーズンが始まっておりまして、本当忙しい時期ですね。あっという間に、折り返しですね。本当に早いものですけども、いや、いい。折り返し、まあ折り返しか。あ、まあそうですよ、うん、3公演終えてますからね。6公演中。まあトークライブもあるから、6分の3、まあそうですね、うんうん、本公演は残り3公演で、7月には、トークライブというふうに、はい、やっておりますが、まあもう3公演、終えて、うんうん、今回が那覇は、2days2days かつ、そのうち1日は、2公演、昼夜のね、昼夜の2公演、やってまして、パレット市民劇場さんでね、はい、久しぶりの公演ですけども、いやー、いっぱいお客さん来てくれましたね。延べ、まあ、1200名、あ、1000名、まあ、でも1000名ちょっとぐらいかな、1000名今日、ね、来てまして、うん、本当に相変わらずなんかヘビーコンテンツだなというふうに思いますけども、ね、うん、まあ、僕はね、うん、ここ最近は裏方、はいはいはい、もっと言うと映像出しっていうね、うん、役割で携わらせていただいてまして、まあ、僕が初めてですから、一番大事だからね、僕が米軍基地を始めているって言ってもスタートさせれるのはお前だけだからな、過言ではないですからね、うん、まあでもケンさんはね、演者として、まあ、はい、そうですね、はい、出ている側ですけども、どうですか、折り返し地点の心境は。いやいやいや、疲れてるよ。だいぶ疲れてるよ。ちょっと休みながらね、また今週すぐですからね、土曜日は、まあそうですね、沖縄市公演がありますから、沖縄市も昼夜公演ですから、昼夜か、そっか、2公演あるのか、個人的には、はい、この土曜日を超えれば、はい、日曜日何の予定もないので、わ、一日寝れるなって、はい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 、それまで、あれよ、空気階段見に行った次の日休みで、はい、そっからもうずっと働いてる。うわ、まあ、仕事の方 も, 仕事もずっと舞台の方 も,、うん、稽古も忙しいっていうことですけども、爆睡してやろうと思ってます、ね、先週はね、だから土日がお笑い米軍基地があって、はい、日曜日でちょっと飲みに行く、うん、行かないみたいになりましたけども、結局 ね、行けずじまいでしたけども、うん、でもケンさんすごい顔してましたよ。え、そのもう、もう日曜日帰るとき、日曜日、ね、だって月曜日7時半出勤だったっけ、そのもう今日はビール飲まないとダメだよっていう、あ、めっちゃ飲みたかった、顔がね、めっちゃ飲みたかったよ、だから俺は最悪、うん、ノンアル一本かましかけるから、ノンアルでもいいから、はい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 、麦を、うん、麦をくれ、あの喉を通るあの感じね、うん、あれ欲しかったけど、はい、帰った、もうサクッと帰ってましたよ。まあまあでも選択もしないといけない、衣装、賢明な判断ではありますからね、うん、衣装も選択しないといけないし、うん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 、大変なんだよ、衣装選択って、うん、干してまた確認して詰めて、多いですし、でまたこの梅雨時期ですから、そう、乾きにくいしさ、乾きにくいですしね。じゃあ、あの日はもう帰って、帰った、家でも飲まずに、うん、飲まない、いや、家に帰ったら飲まんからな、すごいな、部屋入るとお酒を飲む気があんまりなくなる、はい。あ、まあ、それはいいことですからね、なんかもう洗濯しないといけんとか、うんうん、お風呂入らんといけんとか、はいはいはい、寝ないといけんとか、はい、
いろんなことしないとゲーンってなるから、はい、酒に走るともうダメだ。なるほどね。珍しく元志さんが、うん、なんかデイで飲みに来たと思ったよな。居酒屋行ってもいいぜみたいな、うん、あいつしかも飲まんだろどうせ行っても。そう、飲まないんですけど。なんだろあいつ。でも居酒屋に出てくるちょっと味濃いめの、うん、飯が食いたい、飯が食いたいっていうことで行ったの。結局行かなかったです。あ、行かんかったんかい。うん、なんだ行かな。だからケンさんが帰った時点で、いや刺しではきついっしょ、もこもこもとしと。なんかタイガも行くとかいう話がなんか分かるけど、ちょろっとね、うん、出てましたけど、タイガさんも結局帰るってなって、車だパレットから、はい、事務所までの車は元氏乗せてたから、はい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 、とマネージャーと、はい、3人で移動してたから、はい、ケンさんどうです、マスオ行きます、マスオじゃないカツオか、カツオね、カツオ行きます、うん、お前差し入れであんだけでっかい唐揚げいっぱい来てたのにや、まだ唐揚げ食いに行くかお前っつって、取引だったら考えるって言った。ああ、そうそうそう。で取引は取引で電話したんですけど、うん、空いてなくて。え、大河さんと中地と3人4人ぐらいで行きます。うん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 、行ってんやし。結局行ってないですからね。まあ、でもしんどかったよ。ああ。なんであいつテンション高かったな、終わってからの。そう、いや元志さんあれですよ、米軍基地シーズンやっぱ、うん、稽古終わってからはテンション高いですよ。うん、あ、そうなの。うん、元気ですよ。ちょっとうざいですけど。言うなよ。あたかもいいやし、そのなんていうの、今回あいつメインだからな。超ね、重要な役割を果たしているコントもありますし、うん、メインと言われるコントの主役ですから。うん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 、っていうのもあってやっぱ鼻高々になるんですよ、わかりやすく。はいはいはい、わ、うん、かります、わかります。その全部自分の手柄感ね、はいはい、あ、みんなで作ってる舞台なんですけど、うん、ありがたいことにさ、はい、本番の日とかも取材とか来るじゃん、はい、でフリーライターの方とかもいて、うん、まあ、それこそメディア関係のね、ずっとまーちゃんさん追っかけたりして、はい、でまーちゃんさんばっかり、ね、写真撮ったりとか追いかけるのもあれだからって、はい、周りに俺たちにも話聞いたりとか、はい、写真撮ったりとか準備してるのを写真撮ったりしてくれるんだけど、はい、俺と元氏がちょっと廊下のにある椅子に座って、はい、ちょっと談笑の、ちょっと行くって言った、行くってたというか出番を待ってる時、はいはいはい、に話しかけてくれて、あ、本番前か、傑作戦の前か、その記者の方がですか、うん、はい、話しかけてどういう感じなんです、気持ちどういう感じですか、うんうんうん、みたいな話。元氏が淡々とイケメン俳優かのように、はい、うわー、あいつマジで僕はずっとそうが動画も回せやよ、よかったと思って。イメージできるわでも、いやこれが俺なんか普通だと思って生活してたんでうわ、ね、そういうの。いや元志さんね、この辺成長したなと思って、本当に分かりやすいのがねたまらないですよね。そう、米軍基地以外でも、うん、そのね、僕らあの定期的にライブやってますけども、はい、その、まあ、主戦場であるオードブルというね、うん、コンビで、ネタを披露しているわけなんですけども、うん、もちろんね、もちろん言わずもがな面白いコンビなんですけども、うん、その受け具合によって、うん、もうテンションの浮き沈みがもう分かりやすいんですよね。受けた時はもうニッコニコで、はいはいはい、楽しそうになんかライブ後も、飯行く、ラーメン行く、マジ、出すよ出すよ、いやいやいや、思ったよりも受けなかった時は、うん、何へこんでんの、へこんでるというか、あのムスッとしてますね、へ、うん、口数も減って、ムスッとしたデブはもう最悪ですからねそのデブはせめて明るくあってほしくないですか、いるよ、いや一応横にデブケンさんはね、暗い時ないじゃないですか。さっきのコメントにあってし、怒ってるんですかみたいなそれ見てからなんかあの作り笑顔でなんか待機してましたよねなんか一応声入るんだろうけどもずっと喋らん、はい、いや面白いですね元志さん。どうだった逆に見てて、中中初めて見たでしょ、コント。あ、まあそうですね、うん、新作と傑作の2種類のね、今回はパターンでの、あの構成になってるんですけども、うん、いややっぱさすがだな、
まーちゃんさん、サンタさんな、うん、なんか改めて、今毎日ね動画を作って何かしらの媒体に載せてるんで、うん、インスタとか TikTok とかに載せてるんですけど、やっぱ自分の中でねセーブかかっちゃうんですよね。これはやりすぎだろうなとか、あ、だからこれはもうあるじゃない、配信とか、まあ、その SNS とかどこに載せるかっていうからっていうのもあるんですけど、なんか俺メイク中はもう舞台だから、はい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 、もうしかもね配信とかもないから、うん、映像にも残してないから、うん、そんなの気にしないからたまに怒られるわけでしょ。いや、まあ、とはいえやっぱりその本当に凄まじいことをやってるなっていうのがね、でこれを笑う、うちなんちゅう、まあのみならずね、うん、お客さんの皆さんなんかみんなでなんか舞台作ってるなっていう感じがね、うん、好きですね。あとはこっちも不安だからな、本番の。あ、そうですよね、特にあの初日のね一発目の公演とかは、ね、うん、本当にこれ笑うんかなっていうのが、うんうんうん、全滑りの可能性も全然ありえますからね、可能性はあるからね、うん、今のところそれがないっていうのがまあ凄まじい部分でもあったりするんですけど、ちゃんとあるんだな、うん、結構僕オープニングのまーちゃんさんの一人喋り好きですね。あー、はい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 、あそこ15分ぐらい喋るやつ、あそこ すごいなって思いますね。好きというか、あのもう裏では、はい、裏ではもうそれも見込んでみんな準備してるから、はい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 、まーちゃんさん15分ぐらい喋るからまた大丈夫だろうみたいな、はい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 、まあその面白いっていう意味でもそうなんですけど、うん、あれで、ね、やってること本当になんていうの、前説、うん、舞台の説明、盛り上げとか、そのいつもだったらみんながいろんなね、うん、打順を組んで、やることを一人で全部かっさらってやって、今年はでも、ま、短かったよな、今年短かったですね。でも、うん、やっぱそれぐらいお客さんがめっちゃあったかかったですね、うんうん、っていうイメージですね、うん、あとはね、その毎年なんですけども、やっぱ賛もあればピもあるわけじゃないですか、まあ、もちろんそれはもうそういう舞台だからね、その毎年ね、そのありがたいことに何か新聞にも載るじゃないですか、うん、ああ取材してもらえますね、今ネットでもあの掲載されるんで、そのコメント欄見るのがね好きですね、僕は。好きというか香ばしい方々のコメントが、まあ、見る必要ないですよ、うん、あ、本当にこの人たちって見てないんだなっていうのがもう露骨に分かるような、あ、この記事を見ただけの話ってこと、あ、記事を見た人の感想ですね、あ、コメントができるんで、はいはいはい、あ、じゃあ舞台を見たわけじゃなくてってことね、おそらくこいつら絶対見てないなっていうやつらが過激な反応だけしてて、うん、はいはいはい、それ見るのがね、なんか結構好きだったりしますね。好きなんやし。好き、なんか香ばしい。だから見た上で文句言ってほしいなって。そうだな。うん、言うならね。思うんですけど、毎回でもこういう人たちってこういうのがなんか生きる活力だったりするのかなって思ったりとか。まあ、あ、それぞれあるからな。高坊さん、でもあまり真に受けないことも大切ですよね。ただ、まあ、真に受ける受けないも何ももう本当にコメントしている方々の、うん、その内容がもう完全に見てないんですよね。あ、そうなんだ。完全に見てない。タイトルだけで文句言ってるとか、お笑い米軍基地っていうタイトルだけで文句言ってる、多分昔に一回見てそんな印象がちょっとあったりとか、なんかそんな感じなんですかね。あるのかな、うん、はいはいはい、その辺もね込みでなんかな、うん、まあ、本当に一回は見に来てほしい、ぜひ見てほしいですね、うん、今週土曜日、はい、沖縄市、まだなんかチケットが若干数あるみたい、 E プラスは完売してるみたいなんだけど、はい、FEC 側と、うん、アシビナ、はい、側にはまだちょっとあるみたいなんで、はいはいはい、問い合わせしててもらえると、うんうん、まだ昼の新作と、はい、夕方からの傑作選、はい、どっちもあるみたいなんで、はい、ぜひお願いします、高坊さん、来期は見てみますということで、来期、まあ当たり前ですけど、ね、うん、当たり前というか、まだ我々も来期やるかわからないですからね、うん、うん、おそらくやるんじゃないかなって、やりそうな感じはするけど、うん、毎年やりましょうって言ってるわけではないので、うんうん、本当に見れるうちに
ね、見れるタイミング、あ、東京なのでということで県外の方々はね、まあ、なかなか、ちょっと大変だったりはするとは思うんですけど、昔は県外公演も、ね、やってたらしいんですよね、うん、なんか行かなくなっちゃったみたいな、ね、はい、いろいろあったんだろうな、次の機会があればですねっていうことで、うん、本当にタイミング毎年6月が基本新作公演の月っていう感じになってるんで、はい、断言はできないですけど、まあ、やるとすれば6月にあると思います、2025年も6月に、はい、6月の中旬あたりから7月にかけて行うはずなので、はいはい、予定、仮定、仮、仮、仮 で, 仮でちょっとスケジュール開けていただければと思います、はい、この米軍基地始まってからなのか、うん、そのちょっと前だから金曜日木曜日あたりからなんですけど、お先週あのジンマシンがひどくて、もう体中になんか赤い湿疹みたいなのができてて、中地、はい、でその米軍基地スタッフ中にもすごいなんか腫れとかが出てて、マジ、はい、で普通さその赤みが出てたら、え、なんか腫れてるよとか、うん、なんか痛そうになってるけど大丈夫とか言われるのが当たり前なんですけど、気づいてくれた方々みんな口揃えて、うん、中地はあの誰かに殴られたですか聞かれないですし、もっと言えばケンさん僕のジンマシンに気づいてないですし、気づいてない、まあまあ別に気づいてほしくて出してるわけではないんですけど、どこ、いや今だいぶ落ち着いてますね、夜はあんまり出ないから、ジンマシン気づくタイミングあった中地、え、結構ひどかったですよ、顔も顔もなんかジャンパー着てたでしょずっと、そうです、だから体に出るから、だから見れないさ、気づかんさ、うん、出てるところにはその私お前スタッフだからずっと裏にいる、まあね、俺演者だから舞台側にいるさ、まあでも、まあ、ほぼほぼ会ってないさ、うん、まあ、それなのに気づいてほしいとか、なんか、なんかひどい話だなこれでも気づかないんですか、あ、いや、まあ、まあ気づいてほしいっていうわけではないんですけど、なんか付き合ってるわけでもない、謎にジンマシンが出ててめっちゃしんどくて何、ただ痒いだけ、痒い、なんかあれだよね、空気階段見に行くときもなんか、ね、そうめっちゃなんかムヒルってたよ、そう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 、なんか6月ずっとムヒカジャーしながら酒飲んだもんな、一緒にだいぶなんか皮膚トラブルがひどくて、なんなダニストレスかなって勝手に思ってるんですけど、まあ、でもあまりにもひどいし、で昨日もねちょっと事務所でいろいろ作業してたんですけど、はいはい、昨日も湿疹ひどくて、さすがにもちょっとそのね、明日はお笑い劇場もありますし、はい、まあ米軍基地もね、演者ではないですけど一応スタッフとしてスケジューリングはねしているわけですから、かけるわけにもいかないから一応もう病院に行きなさいっていうことで、あの病院行ってきたんですよ、はい、でまあ結果からするとまあ、まあ軽いジンマシンが出てるからちょっとお薬を2種類出して、ちょっと経過観察しました、1週間ぐらい様子見てそれでもあれだったらっていうことだったんですけど、その行く病院が、まあ、ちょくちょくお世話になっている病院で耳鼻科と皮膚科が何ちゅう顔それ何ちゅう顔何ちゅう顔、うん、ラジオで何ちゅう顔って言うなよ、だからラジオで何ちゅう顔って言わせるような顔しないでよ、びっくりしたわ、上唇で鼻の穴を押さえて息を止めてた、うん、何がしたいのそれ、どういう趣味それちょっとよくわからないんですけど、ね、その手術いつ、手術しない、手術しない、しないそんな重くない、あ、違う、そう、みんなはどう思うのかなってちょっと聞きたいんですけど、うん、その病院の、うん、レビュー的なのも今見れるので、うん、もう本当に半々なんですよ、うん、めっちゃいいっていう人と、うん、いやいやいやっていうのでもう完全に二極化するような病院で、で理由としては、理由としてはっていうか今日僕が行った時の対応してくれた先生、まあ、あのその一人の先生で回している病院なんですけど、あの、まあ、まず行って診察室に座らされて、じゃあ先生来るまでちょっと座って待っててください、先生すぐ来ますんでって言って、それ 2,3 分ぐらいで先生がパーって来て、
でグーとは来なかった。グーとは来なかった。じゃんけんシステムではない。パーって来て、パーって来て、で椅子に座って、問診票を見させていただきました。まあ軽度のジンマシンですかね、うん、今のところそれ以外で何か気になるところってないですか。あ、ない。かしこまりました。じゃあお薬2種類出しておきます。お疲れ様でした。お疲れ様。本当に20秒。まあまあ診察ってそんなもんだよ。20秒もかかってない。本当に 10秒、うん、お疲れ様でしたっていう、その見るとかもない。ジンマシンを、うん、見るとかもなく、あのちょっとおしゃべりして一言会釈して終わりで、薬出してもらって帰宅っていう。でその薬が今ちょっと効いてるってこと。おそらくそうです。じゃあ今日飲んできました。天才じゃない。その分からないけど、で毎回こうなんですよ。お超スピーディー、超天才なんじゃない。で、だから人によってはそれを、無限にされてると、適当にしてるんじゃないかって思う人もいるみたいで二極化されてるんですけど、まあまあ、でも効いてんだろ、中地は薬が。おそらくじゃあいいんじゃん、うん、だから僕は好きなんですけど、皆さんだったらどうなのかなっていう。しかもそこの、うん、あのクリニックいいところ、ウェブ予約もできて、うん、だからちょっと前にメールか電話でお知らせしてもらって、うん、病院行って受付してちょっと待って。でも最近多いよな、そういうところ。そうだし、予約取らんともう一診察しないところもあるもんね。そもそもね、うん、うん、で20秒会釈してもらって、うん、俺はどっちかといえば好きよ、そういうのね。絶対いいよね、こっちの方が。あんまり長居したくないんだよな俺、うんうんうん、めっちゃきつい、なんかとんでもない症状が出てるとかだったら、うん、まあちょっとじっくり見てほしいなと思いますけど、うんうん、まあなんか分かりやすいジンマシンとか、なんかニキビとか吹き出物とか、それぐらいのやつだったらね、もう薬なんてたかが知れてるというか、出される種類なんて。早く薬くれ。そう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 。でしかもあの自動生産。おー素晴らしい。その診察券かざしたら、うんうんうん、QR コードついてるかざしたらもう その場で、うんうん、だから終わったらすぐ会計してすぐ帰れる。めっちゃいいじゃん。超いいよね。これをだから、でも半分の方々は嫌だと感じてるっていうのが、だ慣れてない方々ね、結構年を言ってる人とか。その昔だったら、その3時間待ちとかザラでしたよね。あ、全然あった。その場合によっては、俺救急行って2時間待ちって言われて、救急で死にかけてたの。やば。そのまま入院したけど。怖。その時結婚してて、うん、嫁があこれはやばいっつって、先生にすみません早くしてくださいって言って、とりあえず見てくださいっつって、はい、見てもらったらあこれやばいってなって、すぐやば。2時間待ちだ、死んでたかもしれないんだよ。危なとかいうのもあるからな。まあでもな、まあ言いたいこと分からなくもないけど、めっちゃいいけどなって思いながら。でそれをお前は問いかけて何を今日は何を。ラジオってそんなもんじゃん。そんなもんか。もうそんな暗いなんか話題で、うん、明るい話題で来るな。暗くはないでしょ。ジンマシンで苦しんで苦しんで俺は今ジンマシンで苦しんで病院行って早く薬もらって聞いてるんだけど、うん、早くもらう薬が早くも早く渡すってどういうことと思う人もいるらしいんですけど、レビューがどう。もういい、もういい。別にだってもうタイムリーだからやっぱ話したいのよ。女も病院トーク。おーめー、もうなウェブで、今ウェブで予約できるの昔からちょっともう子供ができたら分かるよ。あ、子供の小児科とかもだいぶそんなの昔からやってる。そうなんだ、うん、なるほどね、うん、あ、やっぱ病院によってはやっぱだいぶ方針とか色とかが違うのが面白くて、僕鼻悪いんで、うん、耳鼻科もね、まあ、耳鼻科いろんなところ行ってて、で一番いいなって思ったのが首里にある耳鼻科に定期的に行ってるんですけど、ここほんとなんか
あの思想が強くて、うん、まあ病院行く時はもうあの混まない朝一で行くようにしてるんですけど、うん、ちょっとオープンするちょっと前朝一の方が混むんじゃん。朝一の方が混む結局、うんうん、お昼後が意外と混まないんだよ。結局だ午前中では終わらしたいみたいな。わかる、みんなそうなのよ、うん、だから午前中混むわけよ、うん、でそこ行く耳鼻科は、そのね病院がいや面白くはないないや感想はしたいここまで来たらはいどうぞ。もう朝から並んでいる皆さんが病院に入ったら、うん、すぐ診察するわけじゃなくて、うん、まずラジオ体操院長そうちょっともうやめてケンさんもうだるボケたのが当たったやつだよ今。いやマジでマジでラジオ体操させるやだちょっとやだ季節の挨拶を挟んでおはようございますみたいな。こっちはしんどいっつーの最近はね、温度の移り変わりが激しいですから体調を崩す方々もねたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、一人一人にねあの見合った、問診と診断をしていきますので、本日も何卒よろしくお願いいたします。ではスタッフさんお願いしますって言ったらラジオ体操の音がトゥントゥントゥルントゥ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 流れてきて、みんなでまずラジオ体操をして、では順番にご案内していきます。ラジオ体操できる元気がないから来てるわよ。そうなのよ、そうなの、みんな鼻ジュル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 しながら、ひどいわ。あそれはね嫌だけど、でも腕前はピカイチなんで、はいはい、よく行きますね。ジュン兄さん健康話はジジババって、ね、いやでももうアラサーですからね僕も。まあな27歳、だからな中ちは健康父ですし気は使わないといけないですよね。も定期的に病院は行ってんだけど、まあ、定期的にっていうかお薬もらいにとか言ってんだけどはい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 、はい、これな法律でなんか6月からちょっと変わりがあって、えこういう症状のある患者さんにはこういうのを渡してくださいみたいな、なんかあんのよ。ほう、先生がこれバーって、はい、なんか身長体重なんとかなんとか、なんか一緒にこれを目指しましょうみたいな、はい、こう目指しましょうみたいなのがあって、はい、でこの間行ったら今月から変わったんでって言われて、長浜さんですね、はい、身長何センチ、じゃあいつものお薬出してきますね、あ体重なんですけど78キロ目指しましょうね、はーって言って、半分なんや 78? 半分だ、無理じゃないって笑いながら、いいよって先生が長浜さん一応あの目標なんですけどね78になってますね、一応とりあえず、まあまあ、一応目標なんで、はいって言って返された。あでも国の方針としてはそういうのを患者とやっていかないといけないらしくて、ただ治すだけじゃなくて長期的なその健康スケジュールみたいなの、こういう病状のある患者にはこれをやらないといけないとか、面倒、なんかへへって笑われて俺もへへって言ってしまったんだけど、その分かってるしね別に。ああ痩せた方がいいことは分かってるし、酒なんて飲まない方がいいに越したことはないし、でこれを印刷したい、じゃああんたあの持っといてくださいこれみたいな、うわーなんか78かなんかな、俺どうする78キロになったらどうする。ケンさん78キロってどれぐらいだろう。いや今何キロ、僕が60前半62、3とかなので、だから中中よりちょっと大きいぐらいか。マツケンさんぐらいじゃないですか。マツケンもうちょいありそうだよな。マツケンさん80代とかだと思うんで。いやあいつ最近ぽっちゃりしてきてるからな。もうちょいあるか。タイガさんとか。タイガもいい。タイガさん腹回り100センチ超えたっつってたよ。あそうなんだ。タイガさん最近汚いよね。汚いっていうね。いや先輩だろ一応。いや先輩ですけど、タイガさんやっぱり忙しくなればなるほど。あちょっとね。ストレスがその体調に出やすいから。一時期ゾンビみたいな皮膚してましたもんねその中でも最近ちょっとで、ね、荒れてるなって感じしますけど、まあ、78ってどんくらいかな。78まさきさん2人分ぐらい。いや分かりづらいな分かりづらいな。まさきさん40キロぐらいだから。40キロぐらいですもんね。まさきさん2人分ぐらい。あの人ってことは俺まさきさん4人分ぐらいだまさきさんが細すぎるのか、ケンさんがでかいのか、ちょっとよくわからないな。どっちもどっちだ。どっちもどっちか。
あちょっと病院はね定期的にやっぱ行かないといけないですね。だから米軍基地終わりでお客さんにあんたギボックス止まったさって言われてごめんねギボックスじゃないんだよ。ギボさんね、ギボさんなかなか会ってないな。あでギボさんから急に画像が送られてきて最近 LINE で、だって子供同い年ぐらいでしょ。そう同じ学年、同じ学年になるのか、いやならないんだギリ。何月だっけ。あいやなるやん、僕のところが2月で。あ早生まれで同じじゃない。そうですギボさんのところは3月なので。はギボガード、えギボガード、ギボさんのところが3月あと。そうですそうです。あそうなの。そうですよ。あそうだっけ。はい。で、5月頃に宮原さんですよね。あ元マネージャーの、はい、山城さんね、うん、この辺はこの辺の FEC 系列は、必要だった今宮原の話学年も違う。一応義母さん一緒だったら分かるよ、一緒だったら分かるよ、はい、学年も同じ年、同じ学年だねとか、はい、違うんだろ。違う、なんで言う芸人でもないですし、ああ全く関係ない。今はもうなんかパッて出てきた。一般だし一般。ああ、その義母さんから画像を送られてきて、ああ、うん、自分のお母さん乗せてましたね。たまたま。中地のお母さん、はい。タクシーね。中地ママをタクシー乗せたって言って。めっちゃいいな。ああ義母いいよな。タクシー。義母さんね。なんか有名人とか乗せたりするもんな。そう。楽しいだろうな。でないな。いいね。うん。最近あの謎のアカウント立ち上げてるの分かります？ギボ？ギボさん。何？あのパパックスっていう似てるちゃんと、ギボさんの。マジで？うん。何？え知らないのこれ？知らん。あれ俺の中では結構なトレンド。パパックスギボックス。ギボックスじゃなくてもう別アカウント。パパックス。一時のお父さんとして、ね。お父さん日記みたいなことしてるってこと？そう、なんか子育てのなんかノウハウとか。パパックス、まあ、やっぱグルメですから義母さんって、うん、そのベビーカーがあっても入りやすいようなそのレストラン紹介したりとか。なるほどね。お父さんは、こういうサポートをしてあげた方がいいんじゃないっていう。あなんか意識高い系のパパ目線、パパ目線のアカウントを立ち上げてまして、多分嫁に言われたことを書いてるんだろうなと。いやでもちゃんとその投稿している画像とか、うん、その内容、うん、めっちゃ凝ってて見やすいし、へこれな。でもだから義母さんではできないと思うんだよな。なんかフィクサーがいるのかな。なんかその辺もな久しぶりに聞きたいな。オーストライター的な。嫁がやってんじゃん、パパックス。あそれだとちょっと話変わってくるような気がしますけど、皆さんちょっとパパックス素敵なアカウントなので。だってママックスとかだったらなんかいっぱいいそうさ、ママ側の店、ね、パパ目線のってあんまないから、はい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 、パパックスいいんじゃねえって嫁がやってる。確かにね、ありえますね。だって義母はそういうのうまく使えないタイプでしょ。そう自分のヒーですら、うん、逆ですらうまく使えない。そうまだ自分のものにしてない感ありますからね。その辺がいいところなんですけど。森光が盗もうとしてるヒーを。あでも僕も最近盗もうとしてて、写真撮るときは必ずヒーで写ってますね。で義母さんはこうなんですけど、うん、僕はこうしてます。どうでもいいよ、右左ちょっと変えてやってますね。どうでもいいよ、うん、いやもうそれはあの10時10分じゃないですか。ただの10時10分ですから、はい、うん、パパックス皆さんちょっとフォローしてください。インスタのアカウントであるんで、気になる人はじゃあ、うん、ちなみに僕はまだフォローしてないんです。してんばや、なんだばやってるから見てるんじゃないば。一応定期的に見に行って、あすごいなって思って。フォローしろよ。あいやなんかね、それとつながってるというか、まあ、森光さんの話が出てきたんですけど、森光さんがね、うん、今動画を毎日アップして、 あれがねめっちゃ面白いんだよな。面白いね。なんかクズ芸人だっけ、クズ芸人のなんかライフハック的な、ね、めっちゃ面白いんだよな。ちょっとパパックスよりも森光さんのぜひ皆さん投稿見てみて。センスの塊なんで。なんかいいよな森光。超いい。なんだろうな。なんか言葉にできないんだよな良さを。ぼーっと見れるよ。そう。
で、まあこんな言い方したらあれですけど、うん、別にクスッとしないんだよな。あでもトーンがそんな、うん、笑わしてやろうっていうトーンでもないと。そうでボケるぞボケたぞっていう感もない、うん、でもなんか見ながら見ちゃうよね面白ってなんか思う感じがな、うん、なんかすごい奇才感感じますね、うん、上手だよな上手森光さん、うん、面白い早くバズってほしいですけどねちょっとぜひ皆さん森光さんの投稿マジちょっと天才なんで一回見たら全部見ちゃうと思いますよ。いいよねあれ。うんうん。あそういえばちょっとショックな話。面白い？ですけど、ええショック、ただただショック。うん、どんくらいショック？いや僕結構食らいました。マジ？はい。オンエア載せれるやつこれま。載せれます載せれます。ちゃんと大丈夫。僕とケンさんが悪いから。先々週かな俺とお前が悪いことなんてある？はい先々週まあ先々週のみならず、まあ、僕とケンさん2人で喋ってる時に、うんまあ、ちょくちょくね喋、る内容で、アメリカのドラマの話するじゃないですか。はいえしますね。あのリスナーさんから、うんちょっと面白くないからやめてっていうあのクレームが来たんですけど、まあ、もう終わったからな、うん、その表情は検査にも来ました？うん来てない。ああ何それ。ああ全然来てない。来てないんだ。来てない、うん、でただただ、うん、あのごめんなさいっていうなりましたね。なんかまあラジオをやってるとね、まあ面白い面白くないっていうのはね、もう必然的に言われることではあるんですけど、秋野も見てるってよ、うん、秋野さんもねブラックリスト見てるって、うん、見てますから、うん、あと2話ぐらいであいつ早っ。ちゃんと見てますよ。だから秋野さんってその世の中のトレンド結構見てるんですよね。へー。そのドラマもしかりアニメもそうですし、おうおう映画とか結構見てるんですよ。すごいなあいつ。そんな時間あるで、マニアックなものも見てるし、にもかかわらずその雰囲気を一切出さないようにしてるの、あれ何なんだろう。すごいな。面白くないよ、ごめんなさい。ちょっとブラックリストの話題は、今後禁止にします。もう終わったもん俺、うん、ただもう終わった。ただごめんなさい、うん、あのストレンジャーシングスの話だけはちょっともうちょいさせてください。あまた始まるのあれ。もうちょいしたら今年中には始まるんじゃないかなみたいな話があるので、ストレンジャーシングスはもう見てください、うん、皆さん。確実に言えるのはチチチラジオよりは有意義な時間過ごせます。言ってて悲しくなるな、うん、かわいそう。あストレンジャーシングスは本当に面白い。自分で配信してるんだいいけどさ、はい、もうちゃんと FM 技能案って言ってるからさ、 うん、それは失礼に当たるから。確かに、ね、あんま余っとった方がいいんじゃない。いやでもストレンジャーシングス見てる方がいいかも。謝れや。それぐらい、いやそりゃ、まあ、見た後にね、あんな規制も規制だけで済むと思うの。聞いた後に、まあ、ちょっと隙間時間を見つけてちょっとだけ見てみてください。それぐらい面白いんで、ストレンジャーシングスの話はするかもしれないですけど、はい、来週ちゃんとスーツ着てから謝罪しろ。ちゃんとした謝罪とね。いいああ黒ネクタイしてね、スインクルちゃん6月のお笑い米軍基地値段高くて見れてないということで、ああまあね、値上がりしたのいつですか。今年2500円に上がりましたね。今年からか、うん、ああまあね。でもその1000円とかでやってましたよね。2000円かな、2000円か、うん、その前ですよ。わあ俺いないから分からんな。1000円とか1500円とか、うん、いやまあ確かにね、一公演 FEC のね羅列で見るとちょっといい値段しますよね、25っていうのはね。まあまあまあ、でもいろいろありますからね。いろいろありますし、うんまあ、個人的にはね、うん、安いなと思いますけどね。まあ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 、いろいろね、その
まあまあ、その価値観は人それぞれなんであれですけど、で単独ライブとか主催ライブとかするときに値段設定がしづらくなりますね。やっぱ米軍基地が、まあまあそれあるよな、破格でやられると。それはありますけどね。でもな、どんだけこのまーちゃんさんはやっぱり上げたくないっていう意思がありつつも、でもやっぱり昨今のね、いろいろとね、上がりしてますし、高坊さん首都圏だともう少し高いはずってことで、いや本当だったらもっとしてもっていう声はいっぱいあるからね。まあもうなんとかこの辺はね、まあ僕らがどうこう言えることでもないですし、ただただ来てくれるピタさんに感謝っていう、本当ありがたいよ。いや4000でも、もし僕が FEC 外だったら全然行きますし、どうなんですかね。FEC 外だったらお前来ないと思う。来ないかな。来ないかな。酒飲みながら見に行きます。酒飲んでから来るなってお前人の舞台に。それこそだって空気階段さんのねライブ行きましたけど、あれは6500円あぐらいですよね。7000円。かっこよかったな。え？チケット代俺渡すよって言ったら、あ、いいです今回は僕は、いや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 、払いますって言って、中地に奢ってもらっちゃった。それ以外のちょっとねお世話になってる部分が大きすぎるんで、いや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 、ぐらいはっていうことで、ジュニーさん実現にはならないけども名古屋から移住できたらって思って、住みやすさより自然が多いとこ沖縄って、なんかそういうイメージ持たれること多いですけど、自然のあるところに行かないと自然感じられないんですよね。そう、まあそれ当たり前のことだよね。今や、いや、なんか沖縄ってそんなに自然感じられるかなっていう、まあ海は近いですけど、感じれるとこ行けばいい、感じれるっていう話。まだトカゲ出るぞ。ほら、高尾さん、それは内部で決めることなので、こちらが何も言う必要ないです。見に行くか行かないかのみですからね。そうですね、まあ単純にね、高いと思う人もいれば安いと思う人も、人それぞれがあって、行く行かないはそれぞれが決めてることですからね。それでもぜひ見に来ていただきたい。はい、まだありますんでよろしくお願いします。今週来週と、行いますのでお願いいたします。コザもあるからね来月。ああ、そうだ、楽しみ。これが全然全部言っちゃっていいって言ってたよ。おー、よかった。今回のコザお笑い劇場がもう漫才スペシャルってことで、まあ、漫才祭りね、漫才祭り、みんな漫才するってことで、まあコンビは、まあ、そのままコンビでネタをしていただくんですけども、はい、ピン芸人は、ピン芸人同士でユニットを組んで、漫才を披露すると、はい、でそれプラス今回ゲストに、作家さんをお招きしまして、はい、3人の作家さんをお招きしまして、その3人が、書いたネタをまた別のユニットでやってもらう、作家さんが選んだメンバーで漫才をしてもらうっていう、はい、っていうね、いや楽しみですね。内容になってるんですけど、なんと、まあ、先週も言いましたが、僕はケンさんとユニットの漫才ね、ユニットでネタをさせていただくということなんですよね。あとはそれぞれ作家さんのネタもね、今回もう選ばれましたね、させていただく予定ですもんね。うん、おもう台本来たよ今日。おお、一昨日一回来たのかな、昨日かな。ケンさん誰とでしたっけ。俺具志堅。いや、いかついな。中地はあるでしょ、小平くんでしょ、翔平さんとわさび、わさびとそれぞれ組むっていうことになるんですけど、具志堅さんとケンさんな、まあ無理ですけどコントみたいな、漫才だっつって、漫才だっつって、面白い。そうだな、ちょっと怖かったわけよ。はい、内容がですか。この話が来た時、ケンと具志堅で、はい、選ばれましたけど大丈夫ですかっていう確認が来たわけ。言って、はい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 、明さんからプロデューサーから、はい、山田さんが選びましたと。はい、あ、いいですよ山田京楽さん。京楽さん、京楽さんってさ独特な世界観持ってんじゃん、わかる。あ、京楽さん、でもやっぱ何回かさ、作家さんはでもやっぱり霧の大壺っていう、はい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 、フリーライブ、そう、地下ライブというかのに、はい、山田さんも出たりしてるわけよ。
あ、そうなんだ。あの役者さん連れてきて一緒にちょっとしたコントというか、はいはいはい、芝居とかいうかやったりしてるわけよ、はい、で俺何回か一緒にやってるのは見てるから、はい、あ、そういう世界観の人なんだっていう人が選んだから、ああ、具志堅とかと。畑がね、あまりにも違いすぎるというか、ね、うん、でまあ、ちょっとそういう化学反応を見るね、ぶっ飛んでる人だっていうイメージがあるから、ますからね、うんうんうん、ピンネタやった時も思いっきりずっと下ネタばっかりやってたりとか、はい、へー、あ、この人が俺と具志堅を選んでどういうネタができるんだろう、うん、っていうちょっと怖い部分もあったんだけど、そうですね、うん、まあまずしゃべくり漫才が来ました、ね、うわー、どうなんだろう、まあまあ台本さっき初めて見た、初めの修正版がさっき来たのかな、はい、まあ漫才に特化した漫才、まあ山田さんの中ではね、いろいろ見えている部分があるんでしょうね、うん、どうなるんだろう、楽しみ。何日？28日曜日です。7人、今回だから作家が3人いて、山田京楽さんっていうね方が健さんと具志堅さんのユニットの、うん、の漫才を書いてくれて、はい、書いてもらってて、うん、で僕が先ほど言ったあの翔平さんと、うん、ユニット組んで、高潤さん、ガナハ高潤さんに、うん、ネタを書いてもらってるんですけど、うん、もう一人が、まあ、ちょくちょく FM 技能案にも来る涼太さん、FEC 所属の、うん、作家涼太、ね、さんが、ネタを書き下ろして、披露していただくメンバーがですね、デコボコトラベリング涼太と、うん、塚山千恵、えぐいね、ちっちゃいものクラブっていう、これめっちゃ楽しみですよね、この2人怖いよね、怖い、ああ、でやっぱりその人の個性がその出るっていうよりかはあくまで作家さんの、ね、だから作ってきたものが出るようなネタになると思うので、結構さ、はい、漫才なんだろう、漫才中地もやるから分かると思うけど、はい、結構当て書きというか、はい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 、ね、コンビだと、はい、当て書きに近い、こいつがこんなやって言うっていうイメージとかしながら書いたりする、そうですね、でも作家さんってあんまり知らないから、うん、俺たちも、うんうんうん、そういうのもあんまりね、ない状態で書くから、はい、うん、難しいと思うんだけど、そう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 、結構当て書きだった、本当にね、いい意味でもありますし、涼太はどっちも分かるから、うん、まあ涼太のこともイメージはしやすいかもね、その分ちょっとハンディキャップというかね、うんうん、ハンディというか、まあイメージしやすく楽しくできるかなっていう、いい意味でも悪い意味でもどうなるか分からないですよ、うん、本当我々も、でチーエは普通のユニットネタは、はい、スージーさんだったかな、あーね、うん、それも楽しみ、女性コンビで ね、ぜひ来月728、うん、はい、小沢笑い劇場ですね、まさきさん、伊佐尾さん、え、ね、おやばいよね、で先週の放送の最後に言いましたけど、あきのりさんがまーちゃんさんと、で、あきらさんがゆみこ準備中、いや指定コンビですねっていう感じなんで、ぜひ見に来てください、面白そう、どうなるんだろう、はい、うん、楽しみ、俺たちも楽しみだな、それは、メッセージ来ております、あんな高い行くとき確かに嫌だな、なえるな、運動の方が低いやん、カエル化しちゃうな、メッセージ届いております、中地さん、健さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんチューズデイ、明日の FEC お笑い劇場楽しみにしてるトゥインクルちゃんでしゅ、初めて行く場所だからちょっと不安、あ、そか、先週の土曜日日曜日に行われたお笑い米軍基地お疲れ様でした、残り公演もファイトン、最後にお二人に会った時、なぜ私がトゥインクルちゃんって分かったんですか、会った時はラジオネーム名乗ってなかった気がします、2人に会った時、こっち来てくれた時ですかね、うん、こっち来た時かかな、でもなんとなく、でも劇場で写真撮ってるしな、トゥインクルちゃんは前々から、うん、あの知ってますよ、うん、ちょっとね、お声かけしていいのかわからないので、僕からはお声かけする機会がなかなかないんですけど、毎回あ来ていただいてるな、みんな知ってるんじゃない、みんな知ってるんじゃないかな、うん、トゥインクルちゃんはね、ありがたいか、昔からね、ずっと来てくれて、お客さんってことで、うん、うん、存じ上げてますので、はい、全芸人多分気軽にあの喋りかけても大丈夫ですので、うん、よかったら声かけていただければ、
はい、お願いいたします。高坊さん、ただ文化への貢献としてお笑い米軍基地に関してですかね、文化への貢献として公的な支援があってもいいよねということで、これがですねない方がいいんですよね。うん、僕はね、僕はない方がいいんじゃないかっていう、うん、そうね、何があっても、自分たちで責任を取るっていう意味で、スポンサーだったり、はい、そういう公的な支援とかもろもろは、取らないスタンスで行われているお笑い米軍記者なので、まあ、これ僕が言ってもどね、蚊帳の外というか、まあまあまあ、皆さんがどう考えてるのかわからないですけど、あるっちゃあるからね。あ、でもそうね、一番は自分たちでやった方が何でもできるっていう、そうそうそう、気も使わないですし、思いっきりできますし、うん、補助があれば入場料も下げられるメリットもありますよってこと。まあありますけどね、それはね、でかいですよね。それあるとまたちょっと規制もある可能性もある、ね、また言えない部分とか、この辺はね、お笑い米軍基地の運営メンバーが、ね、まあそこまで俺たちも詳しくないからな、あくまでまーちゃんさんが、主催するビッグコンテンツですので、はい、興味があればぜひいろいろ深掘ってみてください。それは僕たちはもう出るだけなんで、うん、はい、僕は映像を出すだけなので、そう、うん、アニメーションそこだったな。いやー、オープニング見てほしいな。感想もいっぱいありましたね。あ、ツイッターとかにも上がってましたけども、いいオープニングのかっこよさが際立ってますよ、ね、あの落差、楽さえぐいんだよな、うん、オープニングからの最初のコントへの楽さ、そうそうそう、吐きそうなるんだよな、毎回。うわ、俺がこれを出してしまったらダーンって決まった後の、うん、ダンカダンカ1本目のコント入るときね、うん、トゥインクルちゃん、今考えてみれば FEC の芸人さん何組か私のこと知ってたってこと。いや、もう本当に多分ほぼ全員知ってるんじゃないかな。やっぱ覚えてますよ、もちろんですけど、皆さんよく来てくれる絵も描いてくれたりしてるから ね、そうそうそう、差し入れでね、いろいろお手紙とかもね、いただいてますから、うん、はい、明日、FEC お笑い劇場、まあ、今月がねちょっとイレギュラーで平日開催ということで、ね、そう、平日なんだよね、はい、久茂地にありますゆかる日という、うん、ホールで開催となっております。18時45分会場、19時開演っていう、ちょっとねまた時間もイレギュラーになってますので、はいはいはい、日時場所すべてイレギュラーになってるんですけど、配信もあるからね、配信もあります。高坊さん、ぜひぜひ配信チケット買ってください、はい、うん、お待ちしてますよ、はい、で今週土曜日は小座、うん、小座じゃない、小座で米軍基地、アシビナーで米軍基地が昼夜公演あります。はい、はい、来週が名護、名護楽しみだな、名護よ、うん、その次の週7月6日がもうトークライブもありますね。今年ある7月6日のトークライブまで、トークライブちょっと楽しみだな、うん、トークライブね、結構僕楽しみにしてますね。トークライブが7月6日土曜日、那覇市文化天物館の4階の天物ホールで開催されるんですけど、うん、トークライブの前にちょっと映画祭、映画のイベントもあるんですけど、それが結構僕楽しみですね。まあ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 、ちょっと時間空けて見に行きたいなと思ってます、ね、そうね、なんかその辺の仕切りを、うん、で出ますもんね、ケンさんも仕切りだよ。あ、プロデューサーで俺、いかつ、トークライブ、いや、トークライブの前の映画祭も込みさ、込みで、うん、そうなんだ。あれは別でなんか主催の方がいるのかなと思ってました。うん、あれはただトークライブの前に時間あるから映画やっちゃうかっていうマーチャンさんのノリを、マーチャンさんやっぱ兼一緒に仕切らんかっていう、あ、なるほどね、はい、俺とユウスケとマーチャンさんで仕切ってます、はいはいはい、そうだった、はい、じゃあ今週もこれで以上になります、はい、お届けしたのは上地でも下地でもない中地と坊主面健でした。おやすみなさい。そうなんだ、だから米軍基地終わりに物販俺チケット売ってるんです。はい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 、あ、なるほどね、あれは米軍基地とは別だから、はいはいはい、あの管理のお金とか、はいはいはい、全部こっちで、そういうことか。名古屋のダンサーズさん、お疲れ様でした。ダンサーズさんお疲れ様です。お疲れ様です。番組のいつも盛り上げていただきまして、ジュニーさんお疲れ様でした。トゥインクルちゃんお疲れ様でした。お疲れ様です。全然止めてもらったわけ今日。そうですね、沖田さんお疲れ様でした。ごめんなさい、ちょっと言われなくて。
後半はね読めてたんですけど、ちょっと前半が全く読めてなかったんですけど。でっでれーい。ん？特急？何が？疲れるんだな、人って。そりゃそうですね。疲れるよ。なんか米軍基地終わったらこれやってやろうみたいな、なんかありますか、検査の中で。米軍基地終わったら、はい、7月6日終わりで。だから伊藤さん、読み感で飲むって。それ何マジ。一応今日バイトのさ、シフト調整があったから、大一応7月13日と14日。元氏が今あんな感じなの。はい。で、飲もうと申してただろ。はい。お前飲まんだろ。はい。いや、別にみたいな。いや、4枚飲まんだろ。いや、別に飲もうと思えばみたいな感じでした。はいはい。で、那覇とか飲むと言い訳するじゃん。うんうんうん。読みたんで飲んだろ。元氏をねぎらう会ってこと。それとも元氏を、元氏を酔わそうの会。ああ、逃げ場を。酔ったことないのかも。ああ、なるほど。4枚飲まないから。絶対面倒いって。ワンチャンでもあれにし、なんかホテル取った方がいいんじゃないですか、マジで。ミスキンと。取る取る取る。うん。俺は取るよ。じゃあ僕も。いや、戻しにしてもらえ。嫌だちょくちょく僕でも泊まる。いや、戻しがいいよって言ってただろ。いや、だって。家泊まってもいいよ。そうさ。実家ですからね、あいつ。うん。気使うんだよな。いや、仕事。あと、本当に元氏さんの部屋。冷蔵庫ぐらい寒い。クーラーね。クーラー。いや、お母と出ればいいじゃん。嫌だ。多分変な人でしょ、分からんけど。言うな、そんなこと。会ったこともない人の。いや、僕は何回か会ったことありますから。あるやし。そら変な人でしょ。ねえ、じゃあ一回やろうよ、マジで。あ、でもまあ、一応スケジュールを上げてるんで。だから、中地迎えて、はい、読みたいって。読みたいってそもそも飲む場所ってあるのかな。あるだろう。なんか中日の2軍でキャンプしたりしてんだから。いや絶対宜野湾とかまで行ってるって。金とか。じゃあ行っちゃう。金じゃあそんなのもじゃあ那覇にしよう。じゃあ読みたい。あ、でも読みたいをね、じゃあちょっと。あれだったらもうあれよ、星空の元よ。あ、元新地の屋根。まあいいですね。ちょっとリサーチしときますわ。元新地のなんか向かい道渡ったら普通に自販機でなんかシャーベットみたいな売ってたの。いや、元新さんの俺みたいな売ってた。家の向かいはあの英雄ですから。あ、ドミノピザとかもあったの。ドミノピザとか。じゃあ自販機あるわけよ。そうなの。全然いいとかね。全然とか食わないでしょ別に。あったってよ、一回行ったっけ。そうなんだ。ちょっと読みたん飲みは、じゃあ読みたんで飲むリサーチしておきます。あいつどうせ寸前だったらあいつ断ると思ってないと思う。うわー、だるわからんけどさ。だからそれやろうと。マジでそうですね。お店多分元氏さん知らないだろうから。いやいや、そこは元氏にちゃんと予約取ってもらって。一応元氏プレゼンツ、読みたん会。読みたん飲み。え、ニッキーさんとか読んだら。じゃあうん、ダメダメ。だ、読みたんのこといろいろ知ってそうじゃん。ニッキーは、まあ、チェコかどっかにいるもん。マジ、何してんのあの人。マジ、すげえわ。意味わからん。旅人してるだろ、あれ。あの人の今、インスタ意味わからないことになってる。なんかその、世界史で見たことある建物ばっかり出てくる。コロッセオとか隅っこに自分の顔だけある。ああ、何してんのニッキーさん。マジいいし。いや、すごいわ、あのバイタリティ。また来週もお願いいたします。よかったらみんなも読みたいにおいでね。おいでー。